諸君は死んだ方がマシだと思うような経験をしたことがあるかな。1864年2月、南北戦争時代のアメリカ、ジョージア州アンダーソンビルに敵兵を収監するための刑務所が建てられた。南部最大の刑務所と呼ばれ、1万人の敵兵を収容するためのものだ。そこに収容されている人々は衣服というよりボロ布を身にまとっていた。乾いた唇、落ちくぼんだ瞳、手足は枯れ枝のように痩せこけている。骨と皮だけの体となり生きながらえていた男はかすれた声でポツリとつぶやいた。ああもう無理だ。一人の男が渾身の力を持って走り出し、壁へと近づいていく。これでやっと。安堵の表情を浮かべる男。次の瞬間、男の頭部は撃ち抜かれた。ミッドナイトムーン、プレゼンテッドバイアルゴミトリ。マドモアゼル、つけ照らす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だっぞ。言うの闇人形のヤミルですわ。皆様、今すぐ早く走れる方法をご存知かしら。それは正しいフォームで走ることですの。さあ、正しい姿勢で全力疾走して剣にタックルぶちかましますわよ。いきなりタックル食らわさないで。さて、今夜話するのはアメリカ南北戦争時代に建てられたアンダーソンビル刑務所について。北軍の捕虜を収容するための刑務所の日常はまさに地獄のような日々だったんだっつ。言うの地獄の始まり。今から150年以上前の1861年、アメリカ合衆国を南北2つに分けた激しい戦争が始まった。これはアメリカ合衆国の歴史で唯一の内戦と言われる南北戦争だ。南北戦争の原因は複雑であるが、主要な原因として考えられるのは大きく2つ。1つは北部と南部の産業の違いによる貿易への考え方の違いだ。南北戦争より50年ほど前の1812年、アメリカはイギリスと戦争をしていた。この戦争により工業製品がイギリスから輸入されなくなったことで、結果としてアメリカ北部では工業化が進む。そのため北部諸州では工業を守るために保護貿易を主張していたんだ。一方アメリカ南部の州は綿花の生産が盛んだった。この時代、産業革命によってイギリスは綿花需要が高まっており、イギリスに綿花を輸出することで儲けていた南部の人たちは自由貿易を主張。北部は保護貿易、南部は自由貿易。この貿易の考え方の違いが南北戦争の原因の一つとなったんだ。真反対の考え方でも話し合えばよかったですのに。お互いに譲れない主張だったんだろうね。それに他にも南と北で考え方が違うものがあったんだ。南北戦争のもう一つの要因、それは黒人奴隷に関する考え方の違いだ。北部では工業化に伴って新たな流動的な労働力が必要とされ、奴隷制とは相入れなかった。まだキリスト教の人道的見地からも黒人奴隷は解放すべきであるという声が盛んに上がっていたんだ。一方南部の経済は国際的に取引価値の高い単一の作物を大量に栽培する農業、いわゆるプランテーションがメイン。このプランテーションは黒人奴隷の労働に支えられていた。そのため黒人奴隷の解放は南部の経済基盤の崩壊と考えられ、奴隷制度の廃止に批判的だったんだ。こうした中で南北の対立は深まっていき、1860年の大統領選挙の結果によって決定的となる。この時大統領に選ばれたのがリンカーン。リンカーンは黒人奴隷解放を主張していたんだ。経済的に黒人奴隷に頼り切っていた南部7州はリンカーンの主張に反発し合衆国を脱退。ジェファーソン・デイビスを大統領とするアメリカ連合国の建国を宣言したんだ。そして同年4月、南部の軍がサウスカロライナ州にあったサムター要塞を砲撃したことで南北戦争の火蓋が切られた。こうして起こった南北戦争では史上初めて近代的な機械技術が主戦力として投入される。その結果1865年4月の終戦までに多大な犠牲者を出すことになったんだ。死者の数はなんと南北両軍合わせて62万人以上。62万人、数が多すぎて想像するのも大変ですわ。鳥取県の人口がだいたい55万人だね。砂丘しか知らないけど、そう、相当な人数だってことは分かりますわ。でもこの死者数の亡くなった人は全員が戦場で亡くなったわけじゃないんだ。というとどういうことですの？戦死以外にも捕虜となり収容所内で命を落とした者が多かった。南北両軍いくつも捕虜収容所があったのだけど、中でも特に劣悪な環境で多くの犠牲者を出したのがアンダーソンビル刑務所なんだぞ。死の監獄。南北戦争の開始後、北軍、南軍双方の捕虜を収容する施設が各地に設立される。戦争初期はどちらの軍も伝統的なヨーロッパの仮釈放と捕虜交換の制度によってほとんどの捕虜は比較的迅速に交換されていた。だが1863年以降、黒人捕虜と白人捕虜を平等に扱うことを南軍が拒否したことにより状況は破綻。それに伴い双方の捕虜の数が急増したんだ。そして1864年の2月、ジョージア州アンダーソンビルに南軍最大の捕虜収容所が建てられる。それがアンダーソンビル刑務所
務所だ。設立当初は 16.5 エーカーの広さがあった。東京ドームが 11.5 エーカーだから相当な広さだとわかるだろう。作りは広大な柵で囲っただけの簡易なもので1万人を収容予定だった。しかし戦争の激化によって捕虜は増え続けるばかり。設立から4ヶ月後の同年6月になるとアンダーソンビル刑務所の敷地は 26.5 エーカーに拡張された。だがどれだけ拡張しても急増する捕虜の数に追いつけなかった。その後アンダーソンビル刑務所は1865年5月に閉鎖されるのだが、その間ずっと捕虜は増え続けた。最も多かった時にはなんと4万5千人が収容されていたんだ。最初の予定から大幅に増えすぎていますわよ。人数感情ガバガバすぎません。作ってる時はこうなるとは予想だにしていなかったのだろうね。では想定以上のことが起こるとどうなってしまうのか。刑務所内での生活はまさに地獄そのものだったんだぞ。アンダーソンビル刑務所に最初の捕虜が到着した頃はまだ施設は建設途中だった。木材の高騰により建設が遅れてしまったのが原因だ。そのため捕虜たちは何もない土地に送られ、木片と毛布で作られた仮設の小屋で暮らすことになった。アンダーソンビルで生き延びたロバート・ノックス・スネデン一等兵は次のように語っている。地面に深さ3から4フィートの穴を掘り、その上に柱と松の枝で斜めの屋根を作った者もいた。まるでキャンプ全体が豚小屋の集合体のように見えた。人が住むのに豚小屋、捕虜だとしてもあまりにも広すぎる対応ではありませんの？人権団体が黙っていませんわよ。ヤミリ君の怒りはもっともなんだけどね。最初から何もかもうまくいっていないアンダーソン刑務所、ここが死の刑務所になるのにはそう時間はかからなかったんだ。戦争が長引いたことでありとあらゆる物資が不足していた。ただでさえ不足している物資を捕虜に回せる余裕などない。そのため刑務所の環境は劣悪そのものだったんだ。囚人には衣服は与えられず、身にまとっているものはボロ布、遺体から着るための服を盗む者も現れる始末。衣類の他にも収容スペース不足に加え食料の提供も滞った。捕虜たちは新鮮な野菜や果物を食べることができない。そのため重度のビタミン C 欠乏が原因となる病、解決病に苦しむ者も多かったんだ。また刑務所内の環境は非常に不衛生だった。彼らの敷地内に小川が流れており、この水を飲料水として提供していた。だがこの小川はトイレでもあったんだ。つまり小川の水は常に人間の排泄物で汚染されていたということだ。こういった劣悪な衛生環境によって赤痢や腸チフスをはじめとした致死性の伝染病が蔓延。アンダーソンビル刑務所に収容されている捕虜の半分が何かしらの病に侵されていたと報告されている。病にかかったとしても十分な医療体制があれば助かった命もあるだろうが、そんなものが用意されているはずがなかった。そうして最終的に4万5千人いた捕虜のうち1万3千人が命を落としたんだ。その死亡率はおよそ3割に当たる。そんなの飲んだら病気になるに決まってるじゃないですの。しかも病気で瀕死になっている人たちの糞尿だからね。病気にかかっても治療もしてもらえない環境はまさに死の監獄。このような状況で生き延びるにはヤミリ君ならどうするかな。そうですわね、私ならすぐに脱走してやりますわよ。そう、ここから捕虜たちの決死の逃走劇が始まるんだぞ。決死の覚悟。捕虜になってからの生活はまさに地獄そのものだった。ひしめき合う人々、まともに与えられない食事、衣服はなく、ボロ布を身にまとい裸足で歩く、喉が渇けば汚水を口にして飢えをしのいだ。だが南部の兵士たちは一切環境を改善することはなく、むしろ小川は自分たちのゴミの投棄場にしていた頃だった。いつになれば終わるんだ。また仲間が死んだ。点呼の時に声を上げることができず、連帯責任で配給を取り上げられた。数少ない食料にありつけず、体から力が抜けていく。逃げないと死んでしまう。男は壁に向かって走り出した。遺体から盗んだ衣服を結び、それを壁に引っ掛けてよじ登る。しかし次の瞬間、男はその場から転げ落ちてしまった。骨と皮だけの栄養失調の体では脱出することもままならなかったんだ。脱出失敗、その後はどうなってしまいますの？もちろん彼には罰が与えられることだろうね。そしてこのように逃げ出す囚人は他にもたくさんいたんだ。先ほど脱走しようとした男のように壁をよじ登って逃げ出す、これが最もスタンダードなものだろう。だがこの方法はすぐにできなくなる。なぜなら軽量フェンスが壁の内側約 5.8 メートルに設置されたからだ。そんなものを乗り越えたらいいだけだろうと思った者もいるかもしれない。だがこのフェンスはデッドラインと呼ばれていた。もしも越えたり触れたりした者は即座に射殺、警告すら与えられずにね。それゆえにもう生きるのが辛いと感じた者の中にはわざとこのデッドラインに触れに行く者もいたという。しかし大半の捕虜たちは死にたいわけじゃない。やがてデッドラインに触れることなく逃げ出す手段を考えつく者も現れた。その一つが穴を掘ること。必死に穴を掘れば壁から離れた森へと入ることができたからだ。しかしこれで無事に脱走したという記録は残っていない。たとえ穴を掘って逃げられたとしても健康状態が悪いために力尽きるのが目に見えていたからだ。あ
上もダメ、下もダメ。だったら他の方法を考えればいいんだぞ。生き延びるために、ここにいてはのたれ死ぬだけ。生きるために逃げ出すしかない。ではどうすればいいのか。やがて彼らはある考えに至った。それは遺体に隠れて逃げ出すこと。毎日のように大勢の死者を出していたアンダーソンビル刑務所、その死体は壁の外へと運ばれていく。これに目をつけた囚人たちは遺体の隣に身を横たえて運び出されるまでじっと息を忍ばせていたんだ。そして集団墓地に運び出され、夜になると起き上がって逃げ出した。この計画で実際に刑務所から逃げ延びた者もいるようだ。やるじゃありませんの。捕虜もやられっぱなしではありませんわ。だけどこの計画もやがて看守に知られ、その遺体が本当に死んでいるのか検査するようになったらしい。わずかな希望の芽もすぐに摘まれてしまいましたのね。というかこんな野蛮なことが許されていいはずないですわよね。戦争犯罪じゃないですの。そこも気になるところだよね。では南北戦争の戦後処理と地獄の監獄を指揮していた人物について語って声優は終わりにしよう。第二次世界大戦の後、ナチスドイツの将校たちが戦争裁判にかけられ、裁かれたのは諸君もご存知だろう。実はこうした戦後に捕虜虐待の責任者を追及するという裁判の雛形は、アメリカ合衆国の南北戦争の戦後処理にあったんだ。1865年6月、南北戦争は62万人以上の犠牲者を出し終結した。そして戦後、南軍の捕虜収容所における北軍捕虜への虐待行為が暴かれ、軍事法廷が開かれた。そこに出廷したのが、アンダーソンビル刑務所の所長、ヘンリー・ワーツ大尉だ。裁判では、捕虜、元南軍兵士、アンダーソンビル近郊の住民を含む158人の証人を出廷。そこで、ワーツ大尉のアンダーソンビルにおける数々の虐殺行為が暴かれた。その結果、ワーツ大尉は共謀罪と10件の残虐行為で有罪の判決を受け、死刑が宣告される。そして、1865年11月10日、午前10時32分、ワシントン DC の旧国会議事堂刑務所で、ワーツ大尉の絞首刑が執行されたんだ。彼の首は、落下によって折れることはなく、もがき苦しみのたうち回る様を200人の監修と120人の兵士が見守ったという。実際にアンダーソン刑務所があった場所は現在アンダーソンビル国定史跡となり、誰でも訪れることができる。敷地内にある国立捕虜博物館では、映像や展示物によって当時の捕虜たちの生活状況を知ることができる。もしも興味があるのならば、遊びではなく真剣に歴史と向き合う心を忘れずに足を運んでみるのもいいのかもしれない。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。